楠木正虎は、戦国時代から安土桃山時代の武士、世尊ン流の書道家、足利義輝、松永久秀、織田信長、豊臣秀吉に仕えた。大教師ので、正国は美禅、後、伊勢国神戸に従したという、はじめは通称を、お愛長左衛門。尊卑文脈書集、立花の死刑図によれば、楠木正重の孫、 楠木正秀の子という河内大教師の尾愛正盛の子孫大教、高成の子。楠木長キ調布と名乗った。式部武教法院、十四位、上郷内守。子に、楠木正時、織小田屋、豊臣家の優筆を担当した。正サーは、小、いいおつねに学んだと言われるに没しているので、実際にはその弟子筋の人物に学んだと推測される。 世孫寺流の東大一流の書家であった。織田信長が、橋場秀吉の妻である高大院に出した古文書があり、これは、昭和初期まで信長の直筆とされてきたが、雄筆の正虎が書いたものであることが明らかとなった。楠木正成の子孫と称し、朝廷に正成の朝敵の社名を嘆願した。これには、松永久秀の取りなしもあったとされる。 A62 年11月20日には、大町天皇の直面を受けて、晴れで、楠の騎士を抗言できるようになった。天正3年には、式部教法院に助せられ、松井祐官らと共に、佐久間信盛の監督官の立場に任じられる。天正9年2月の京都大間揃えでは、坊主衆の一員としての参加が確認できる。出身である美仙焼の有力鎌本であった、 備前大教師とは、親しい関係が続き、天正10年3月に、橋場秀吉が備前に滞留した際は大教邸に滞在した。文禄元年からの朝鮮征抜に際しては、既前国名古屋城において、石田三成の父である石田正嗣と共に基調などに当たった。後に14位、上郷地守に任じられた。息子に、楠木正時がいて、 霊勢家の娘を妻としていた。楠木正虎夫子は、霊勢や、山品家と親しかった。また、浮き氏の家臣なら村玄忠氏は、正虎の向上している。ありがとうございます。